動画をご覧くださった皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今日2月12日はレーシングドライバーであり、かつファッションモデルでもあった福沢佐知氏のご命日です。福沢さんってどんな方だったの？福沢佐知氏は福沢幸雄氏福沢諭吉のひ孫にあたる方で、五十鈴白鳥契約のレーシングドライバーを経て、1966年1月から。 トヨタファクトリーの契約レーサーとして活躍された方でございます。それだけではなく、1963年に新種服アパレルメーカーとして人気を博していた、エドワーズの取締役兼企画部長を務め、ファッションリサーチをするだけでなく、同時にご自身もファッションモデルを務めるなど、モータースポーツシーン以外でも活躍されました。 <嘘>サチオ氏はビシー政権下のフランスで在フランス日本国大使館に勤務していた父親の福沢慎太郎氏とフランスへ歌の勉強に来ていたギリシャ人ソプラノ歌手の福沢クリビさんとの間にお生まれになり最初に説明したように曾祖,祖父は慶応義塾の創設者福沢諭吉。 後に生まれた妹とはアーティストの福沢恵美さんでございますちなみにやし後の代には2004年度のミス・ソフィアで現在 NHK アナウンサーの片山千恵子さん日本を代表するテレビドラマディレクター演出家の福沢勝夫さんがいらっしゃいますが終戦後の1946年、 家族とともに帰国した後、慶応義塾中等部、慶応義塾高等学校を経て、慶応義塾大学法学部、政治学会進学され、その後、1964年5月から、フランスへ留学されています。英語、フランス語、ギリシャ語を身につけ、日本語をあせると4カ国語を。 自在に操ったとされ、今風に言えば、イケメンでインテリレーサーといったところでございましょう。天は二物どころか、四物も与えたのか。レーシングドライバーとしては、どんな活躍をされたのかしら。高校在学中からモータースポーツに親しみ、伊須津ファクトリー契約のレーシングドライバーの一員となり、船橋サーキットに足しげく通ったそうでございます。 高校生のときにはもうモータースポーツ活動をしていたような雰囲気ね。トヨタ在籍時はスポーツ 8001600GT2000GT トヨタ7などのレーシングカーに乗り特に1968年11月、つフジスピードウェイで行われた日本艦ナムではナミールが異国人プロレーサーが操る7リッターエンジン。 2シーターのレーシングカーをお相手に3リッターエンジンのトヨタセブンで戦い日本人トップの成績である総合4位に入った検討で知られております記念すべき第1回鈴鹿1,000キロではトヨタに 1,000GT を勝って優勝し第3回でもトヨタセブンを勝って優勝しておりますやっぱり天は不公平だわ。 1966年秋には茨城県や壁にあった日本自動車研究所の自動車高速試験場で行ったトヨタ 2000GT のスピード記録挑戦に参加4人のチームメイトと共に70時間余りを走り切る輝かしい記録を作ったのでございますやっぱり天性のものがあったので、ね、世界や海外も視野に入っていたのかしら 後日談的になりますが当時のトヨタは北米で行われていたカンナムやルマンに14時間レースを視野に入れマシン開発を行っていたようですなどうしてお亡くなりに ?1969 年2月12日静岡県袋井市のヤマハテストコースで行われていた トヨタセブンのテスト走行中の事故により他界されました去年、25歳でございましたテスト走行中の事故って原因は目撃証言によると直線部分で突然車の挙動が不安定になりコースはウとしてコースは木の芝生に建てられた標識の鉄柱に激突、さらに土手に激突して炎上した。 ようでございますなシーンは頭蓋骨骨折によるのを座礁で標識に激突した時点で即死だったと見られておりますな。な原因究明はなされたのかしら。当時のトヨタは特にライバルの日産自動車との間でレーシングカーの開発競争にしのぎを削っていたこともあり警察の現場検証に企業秘密補助を理由に。 事故車両を早々と撤収してしまったり事故原因についても車両側ではなくドライバー側に非があると主張したそうです。 この事故は当時のマスコミも事件扱いし多くの新聞や雑誌で取り上げられたほか国会でも取り上げられるなど社会問題にもなったようでございますよこうしたトヨタの対応に不信感を抱いた。 父の慎太郎氏によって、後に福沢裁判と呼ばれる10年以上の法廷闘争を経て、トヨタが遺族側に6100万円を支払う形で和解が成立しましたが、事故原因の真相については未だに不明なようでございます。ルマン24時間レース5連覇という輝かしい栄光の土台に、幸をし始め事故で亡くなった方の 遺産も生かされていることを願いたいたわ。これからも安全を願う改善のトヨタであってほしいですなそれはそうとテスト中のご不幸だったので関係者にはまさに寝耳の水だったんじゃないかしらレースなら開催日がわかっているからねご結婚はされてたのかしら佐長氏は当時独身のようですな。ただこういうの深かった女性は存在したようです ちょっと気になっちゃうわあんたも好きねそのうちのお一人は歌手の小川智子さんと言われており夜のヒットスタジオで初恋の人を涙を流しながら歌ったシーンは伝説の名シーンとなっているようでございます <music> 方は松田和子さんでらっしゃいます。うんとどういう方かしら日本人どころか東洋人初のパリコレモデルとして活躍された方になりますなレーサーで実業家でファッションモデルの彼にパリコレモデルとかしの彼女かついフェミさんが聞いたらジェンダー感度を3,000倍以上にしそうめさちおしの方が与えた影響は もっとた方面に及んだようでございますよ。どういうことさちお氏は高校生の時にはもう東京・飯倉にあるイタリアンレストランキャンティニアししげく通っていたのですがここはその当時からあるいはの地に著名人となられる方々が集う場所でもあったのでございますよ。どんな方が来られていたの内田雄やや キャンティ創業者の主則にあたる川添正郎、三つ兄弟杉江博義作曲家ピアニストの美保ケ太郎ザ・スパイダース時代の釜谷やザ・テンプターズ時代の萩原健一、その他紹介しだしたらきりがありませんな海外の著名人ですとイブ・モンターンシャーリー・マクレーンピエール・カルダン ジェロームロビンスなどが開い時のサイン帳に記帳しているようでございます特にか谷やつひろとは親交が厚くザ・スパイダースのコスチュームでザインで意見を交わしたりメンバーの前4人がダンスするようになったりしたのはサチオしのアドバイスだったそうで。 サチオは8人目のスパイダースと語っておりますが親友だった釜谷やつ氏はその後、福沢をしのんだ曲、ソーロングサチオ」を作りザ・スパイダースのアルバムに収録しておりますまた寺山修司氏は福沢氏の自己しをテーマにした「さらばサチオ男が死ぬときそのに」を作詞しておりますなこういう関係とへの影響力ょうくはままちすごい,うゃい。 キャンティに集まると、市への著名人から入力される刺激と、フランスで仕込まれたサチオ氏の歓声が、キャンティを触媒にして増大されたようでございますが、これは私の勝手な想像でございますが、池澤聡氏の漫画、サーキットの狼の続編、サーキットの狼2、モデナの剣でレーサーを引退した後の主人公、 吹雪雄也がファッションデザイナーに転身するのは、福沢幸雄氏を意識したのではないかと。50年以上前の日本に、こんな異色レーサーがいたなんて、ちょっと驚きだったわ。もっと日本で、そしてグローバルで活躍される姿を見たかったです。レーシングドライバー、福沢幸雄がいたことを、これからも忘れず、語り継いでいきたいです。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。 次の動画でまたお目にかかりましょう。今日も、明日も、明後日も、その先もずっと、ご安全に。